はい、こんにちは、スプレーアートエリアの梅ちゃんです。ということで今日はコメントで段ボールにもスプレーアートって書けるんですかっていう質問が来たので、それに答えていきたいと思います。で、スプレーアートで段ボールに書いたことはありません。だから俺も書けるのか分かりませんってことで、ちょっとね、遊びながらできるのかできないのかちょっと検証していきたいと思います。 OK! Let's do it! いや、書けんじゃね？ちょっと待って、普通にさ、ちょっと待って、これ多分ちょっと待って、まだやってないけど多分売れるぞこれ段ボール売れるぞこれ多分。まあいつも通りの、あーでも染み込むからちょっといつもより多めがいいのかな。いや、そうでもないかな。ああ混ざり、なんかちょっとやりづらいな。よしよし、ちょっと一回、これで段ボール書いたことないからな。はい、答えはできるです。もうここでもう大丈夫、行くほら。で、あーこれやばいよこれやばい。あー、星が入りづらい。一回一回乾かさないとダメだね、多分。うわうわ、どうですか、もう綺麗あえて段ボールだからここ出た方が綺麗そう。なんかあえて、お、あ、でもそんな綺麗じゃないな、そんな綺麗じゃない。1回目じゃ綺麗にならないな。これ今1回目でしょ、1個目でしょ。これもう1回、多分これをもう1回やれば綺麗になる。プロで消して、あ、なるなるなる、綺麗になる綺麗になる。これ多分ね、1個目と比較するとね、分かると思う。なんかずれたな。うん？やば。なんかずれた。タタン、どう？1個目より2個目の方がなんか綺麗じゃない？オッ
ッケーオッケー、わかった。段ボールの書き方、段ボールの書き方はまずこれ1回やとこうでしょ。もう全然もう染み込んじゃって黄色やったけど、これ2回目、1回だと2回でもダメだね。だからまず白、これも中入ってっちゃうから白乾かす、1回乾かす、また白、火つかないよね、火使うと。火は真似しないように、火は真似しないでね。白、これ3回目、4回目、5回目、これ6回目、これのここに、これ1回目の地球ね、まあ、グラデーションで、まあいいよ、じゃあ青のグラデーション、あれ、あ、関係ないか、あれ綺麗だ、あれ、でもこれが直接乗りやすい、全然違えな。これがだから最初に一発目やったやつ、一発目ほんと1回だけで、これがもうちゃんと下地白で塗った後のやつ、全然違う。おー全然違う。はい、こんな感じです。泣いちゃった。結果あんまりなんかわざわざ段ボールに書かなくていいと思います。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。アディオスアミーゴ。もしなんかこういうのやってとかリクエストあったらまたまたコメントください。アディオスアミーゴス。